アイテム番号 SCP-96JP。 オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル。 SCP-96JP を含む文書は1種につき一部のみを保管し、その他は焼却処分してください。SCP-96JP が原因と思われる事件が発生した際は機動部隊や、4、黒板係が回収に向かいます。事件関係者にはクラス B 記憶処理を施してください。SCP-96JP の影響を受けた民間人の扱いについては文書096-05を参照してください。説明。SCP-96JP は認識能力に影響を与える文字です。SCP-96JP は基地の漢字によく似た形状を持ち、現在までに6例が確認されています。SCP-96JP に似た文字をそれぞれ SCP-96JP-A とします。多くの場合 SCP-96JP は SCP-96JP-A の書き間違いとして現れます。SCP-96JP は被験者がその全体像を認識することでその効果を表します。認識した時点で被験者はゲシュタルト崩壊を起こし、SCP-96JP がどのような文字であったのか認識できなくなります。この効果は他の文字にも及び、影響を受けるとすぐに多くの文字を、不安定、であると感じるようになり、およそ、時間で全ての文字が認識できなくなります。この効果は文字のみに作用し、文字以外の図形の認識や口頭でのコミュニケーションには影響がありません。一例を挙げると、被験者は縦線を引くことができますが、数字の1を書くように言われた場合は混乱を示し筆を止めます。実験記録 96JP-1-1。 SCP-96JP-1 が含まれる文章からの SCP-96JP-1 の特定を目的とする。録音開始。では、紙をずらしながら漢字の部首を一つずつ読み上げてください。はあ、人弁、なんて呼べばいいんだこれ。なあ先生、僕の作りって。わかるように伝えてくれれば結構です。ああ、どうも、僕、ら、の、真鍋、木編、交わる、編。どうしました？いや、あれ、おかしいな。知ってる文字だと思うんだけど。わかりました。ありがとうございます。録音終了。実験から、時間後、B-1382 は文字認識能力を失いました。実験記録 96JP-1-2。 先の実験で得意な性質の見られなかった辺を隠し、 SCP-96JP-1 と SCP-96JP-1A との際の特定を目的とする。録音開始。紙を少しずらして部首の構造を説明してください。はいはい。これは、だな。それだけですか？ああ。言われてみると少し間違ってるな。上の点が一つ多いわ。10秒間沈黙。おい、聞こえてるのか？失礼。実験を中止します。録音終了。この事故により SCP-96JP の性質が明らかになり、実験から、時間後、博士は文字認識能力を失いました。クラス A 記憶処理を試みましたが効果は得られませんでした。博士は SCP-96JP-1 の辺を知らなかったが、つい思い浮かべてしまった、らしい。SCP-96JP の文字構造に関する調査は禁止する。博士。ほい、1900年と1900年の常用漢字の改定により SCP-96JP-1 から 5A が使用される可能性は激減しました。SCP-96JP-6A は極めて使用頻度の高い文字であるため常用漢字からの削除が難航しています。
しかし SCP-96JP6A の使用頻度に対して SCP-96JP6 の発生報告が極めて少ないため、SCP-96JP6 は SCP-96JP6A との構造的差異が大きいと思われます。